歴史は古くないんですよね。黒船の頃から洋服とかと一緒にブラシは入ってきました。刷毛は古いですけれども、歴史としてはまだそんなに長いものではないですね。木に穴を開ける印をつけます。ブラシごとにもう全部違う金型というかそういうものがあるんですけど、それで墨ですり込んでいって形をつけていきます。真鍮の板に全部その型を起こすんです。どういうブラシを作るかっていうことによってブラシの特性を生かしながら穴数を決めてきます。まあ、特殊な切りですね。うちが使っているのはドリル穴のように木を削っていくんじゃなくって、木をこういうふうにくり抜いて穴を開けるというような形の切りで穴を開けてます。で、そうするとその特殊な切りで開けた穴っていうのはブラシのこの毛を半分折りにしたもうこの形なんです。切りの形がね、くり抜いた形が。なのでもうぴったり植毛したものが木に収まるので根元がしっかりして抜けないブラシが出来上がります。ブラシによってステンレス製の細さを変えたりするんですけど、主にうちはステンレス製をやってて、あと中には、シャミ線糸、化学薬品を使うものとかっていうのはこういう糸でね植毛する場合もあります。目的に合わせて材料も全部変えます。結構な力で引き抜きます。毛をたくさん入れたいのでグッグッと引く力も強いので、ステンレス線やっぱり全部これでやっとかないと手が切れますのでね。植毛をしたら山になってます。針金がそれを平らにするために、気持ちとしては針金を生地の中に埋め込む気持ちでゴロゴロとやりますね。蓋打ちです。木工用ボンドなんですけど、植毛のところをボンドで全部埋めちゃうと根元が腐りやすいブラシになっちゃいます。だからつけるのは最小限にしておいて蓋を乗せて釘を打ちます。木ってやっぱり呼吸するので水を使っているものっていうのは水切れが悪いとこの真ん中の方から腐ってきたりします。なるべくブラシが乾きやすいように考えて
やっていこうと思ってます。版画の絵の具を版木に伸ばすため使うブラシですね。スリッサンが使いますね。で、版画の場合はまたちょっと今度斜めカットが入るんですよ。この横に